いいと思いますよ。東邦学園10番の中村俊輔、日本有数代表です。さあ、チャンピオンの皆さん、おかせおかせおかせ、決まりまして先制の前半の27分、先制点は市立船橋高校決まります。姿を先に一歩を失った東邦学園、先制点は北島の試合目、過去は12戦すべて勝っています。北島の右足のループシュートが決まりました。前半27分です。ニアに北島、判定して左足のシュート決まりました。